日本近畿地方大阪府大阪市中央区、南急法寺町南急法寺町は、大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は、南急法寺町一丁目から南急法寺町四丁目。北は、北急法寺町、南は曝露町、東は、東横堀川急法寺橋を挟んで材木町、松山町住吉、西は、西横堀川後の阪神高速一号。 環状線機体機を挟んで西区いたち堀、新町にそれぞれ接する。大阪では有数の問屋街の一つである。南急方寺町1丁目から3丁目まではアーケードが設置されている。また、南急方寺町通りとして大阪市内を東西に走る道路の名称にも使われている。中央台通から数えて3本南側の通り、東行きの一方通行である。 阪神高速1号環状線の長堀入り口に接続している。1872年まで、現在の3丁目と4丁目のうち御堂筋沿いは、北九宝寺町5丁目、佐野屋橋筋沿いと、渡辺筋沿いは上南波町、西横堀川沿いは、西笹町という町名だった。江戸時代から駒物問屋が集積した問屋街としての歴史を持ち、戦後は、 医療品や服飾雑貨を扱う、現金問屋街となった。バブル崩壊頃より閉店する問屋が増え、かつての活気は失われつつあるが、今なお大阪では有数の問屋街の一つである。1962年に埋め立てられた西横堀川には、スケエモン橋が加強されていた。当地に旧法寺という寺院があったことに由来するという、説と道頓堀川がされた際に、 河内国支部川郡、旧法寺村から多くの妊婦が来て、当地を重地にしていたことに由来するという説の二つがある。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は、 以下の通りである。大阪府大阪市中央区の町邸、あざ一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、南九宝寺町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。 市外局番の一覧、総務省、2019年6月24日閲覧、旧法寺橋、大阪市、2018年9月27日閲覧、AB、平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日閲覧、AB、 平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、 平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザト総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザト総務省統計局。2019年8月16日閲覧。 平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧郵便番号簿2018年度版日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます